ペン回しパフォーマー K です。ペン回しやってる人だったらね、RSVP というペン、まあご存知かなと思います。まあこのチャンネルでもね、何回か動画として取り上げたことがあるんで、まあ知ってる人の方が多いかなと思うんですけれども、そんな RSVP シリーズにですね、また新たなラインナップが追加されたようなんで、今回そちらを紹介してみたいと思います。まあ今までも普通にファイン、ラズダズ、カラー、まあ、ムーンズとかまあいろいろあったんですよ。めちゃくちゃいろんなラインナップあったんですけど、今回の新商品はね、またちょっと様子が違いますんで、ちょっとぜひ紹介したいと思います。こちら、はい、RSVP プロギア。はい、なんとですね、不透明です。透明度 0%。こんな感じで完全に軸とキャップに色がついてます。なかなかまたね、今までと全然違くて面白いデザインになってますね。で、まあ、キャップを取るとグリップは黒色という感じですね。ちなみにインクも黒でした。で、現状この黄色とオレンジのみが発売されています。っていうのもこのプロギアっていうシリーズが、なんかね、工場とか倉庫内で働く人のために作られたっていうようなコンセプトになっていて、まあ、単純にちょっと薄暗い倉庫の中でも目立つような感じのカラーリングになってるのかなっていう感じですね。で特徴的なのはこのキャップの穴ですね。見えますかね、この先端にちっちゃい穴が開いてるんですけど、これ何かっていうと、こう紐を通してこう首から下げたりとか、まあバインダーにこう吊るしたりとか、そういう使い方ができるようになってるみたいですね。まあまあでも RSVP とね、構造は同型ということなんで、まあ、ペンスピナーならね、回してみたいじゃないかということで、今回こちらのね、ハイブリッドゲルグリップ黒を2本用意しましたんで、MX 改造をして回してみたいと思います。それでは手元を落ちながら改造して回してみたいと思います。はい、それでは RSVP プロギア MX 改造をしていきたいと思います。まあ MX 改造はね、もうお馴染みなんで、パパパッとやっていきます。まずキャップのクリップを切ります。なんかちょっともったいないね、このキャップのクリップ切るの。よし、OK。そしたら、グリップを取ります。で、グリップをキャップの中に入れて、こんな感じで、キャップを接合。これちょっと余らした方が黒黒で色合いいいかもしれないんで、ちょっと今回ペン尻をね、少しだけこうはみ出させてみようかなと思います。このぐらいでいこうか。で、HGG ですね。ハイブリッドゲルグリップの、よいしょ。口金と、グリップですね。グリップを取ります。このハイブリッドゲルグリップはね、日本では市販されてないので、まあ、ナランハさんかスピリュプススピンショップあたりを使って、ご購入いただくといいと思います。取れない。OK、取れましたね。そしたらこれをこのグリップがついてたところにつけて、ハイブリッドゲルグリップのチップをつけて、よいしょ、 RSVP プロギア MX 完成しました。はい、こんな感じですね。どうだろうね、このグリップちょっと伸ばしたいね。伸ばそう。ちょっと引き伸ばします。ここの隙間がすっげー気になるんで、これちょっと伸ばします。よっ、よし、こんなもんかな。わかんない。あんま変わんないかもしんないけど。はい、こんな感じになりました。お、なかなかでも、かっこいいね。いいじゃないですか。まぁ、ちょっと回した感じのね、残像とかも気になるんで、こっちもね、とりあえず作っちゃいたいと思います。はい、じゃあこんな感じで、プロギア MX、黄色とオレンジが完成しました。なんかね、色合いのせいなのかわかんないけど、すげえおもちゃ感がある。もう本当にこれで売っててもおかしくないんじゃないっていう感じで、なかなかなおもちゃ感あるね。はい、じゃあまあ残像の確認も兼ねてね、回してみたいと思います。はい、まあこんな感じですね。なかなかね、なんだろう、質感ちょっと違うかも。回してみた感じ、なんか、なんて言うんだろうな、プラスチック感がすごい強い。ちょっと待って。はい、こちらが普通の RSVP、まあ、ラズダズですね。なんだろう、なんかね、ちょっとやっぱね、
触り心地、回し心地が若干違う気がする。わからない、気のせいかもしれないけど、少なくとも俺はそう感じる。いや、色味のせいかな、わからん、わからんわわからんけど、なんかなんだろうな、悪く言うとちょっと安っぽい感じがする。なんかね、プラスチック系の軸触ってるような感じ。うん、回した質感は普通のやつの方が好きかもしんないな。なんかわかった、あのね、単刀ペン感がないんですよ。なんか蛍光ペンとか、あの双刀ペンを回してるような感じに近い感覚が。特にこれなんか色味もフィットラインのオレンジにすげえ近いから、それでそう思っちゃうのかもしれないけど、質感もね、そういう感じ、フィットラインとかを触ってる感覚に近いですね。なるほどね。ただまあペンの残像は見えやすいんで、まあこれはこれでありだとは思います。ただ質感はちょっと違うと思っといた方がいいかもしれないですね。ちなみに重さとかは変わんないよね、 12g ぐらい。うん、はい、変わんないですね。重さもほぼほぼ変わらずなので、はい、で、長さもね、まあ一緒になりますので、まあ VP は VP です。ただやっぱりね、結構違う、普通の VP とは。そんな感じがします。はい、まあでもね、また一味違った見た目になるような感じなので、ぜひ手に入れたら MX 作ってみてください。はい、ということでこちらプロギア MX 作ってみました。なかなかやっぱね、非対称ペン感薄いなって感じの、なんか不思議な回し心地ですね。ちょっと普通の RSVP とはやっぱりちょっと違う感じがしましたね。で、この RSVP プロギア、今はスピループスさん、ペン回し専門ショップのスピループスさんのみで取り扱っていますね。ただスピンショップさんも、入荷したみたいなツイートを多分してたと思うんで、そのうちに出てくると思います。現状入手手段がそのペン回し専門ショップのみになりますんで、そちらぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼っておきます。はい、色付きの軸のペンってね、そんなにないんで、ぜひ興味があれば買ってみてください。はい、それでは今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。